ベッテルンコとバルト海の間のイエータ運河を示す、地図リンシェーピング近くのベリにある、ベリ講門、ロークシンコへの降下、ボレンコへの降下時の講門通過、イエータ運河は、19世紀初期に建設された、スウェーデンの運河である。この運河は、スウェーデンの西海岸にあるイエーテボリから、イエータ川やトロルヘッタン運河でつながり、ベーネルンコやベッテルンコを通って、EN、ムートラ、STR、メートルト、 並行して、バルト海にあるセーデルシェーピングまで伸びている。建造者は、バルツァール・フォン・プラテンで、スウェーデン王の依頼で、イギリスの土木技師トーマス・テルフォードによって、以前に作成された計画に従った。プラテンは、1810年4月11日に、着工の許可を得、そして運河は、1832年9月26日に、正式に開通した。テルフォード自身、 計画に基づく初期の掘作を監督するために1810年にスウェーデンへ旅した。鉄道の出現のほんの10年前に築造されたため、運河はすぐに時代遅れになり、以後は改良されなかった。現在、運河は観光地となっており、時にスウェーデンの一等観光地と呼ばれる。運河の築造を機械装置で手助けするため、小さな技術作業所がーたらしに設立されもう、 タラ工場と呼ばれた。この事業は、時々、スウェーデンの土木事業のゆりかごとして研究される、いくつかの映画が、イエータ運河を描いている。最も有名なのは1981年のイエータ運河で、その中では、張り合う二つのヨット建造者が、巨額の建造注文を得るために運河を競争する。2006年には、映画、イエータ運河2が公開された。 スウェーデンの東海岸から西海岸までの訪門は次の通りである。ベッテルンコ、ありがとうございます。